運命なら、それを守るのがベッカ。何をするつもり？時空刑事の応急ツール。なるほど。それがあれば21世紀の疾患なんて大抵は治癒できるわね。時空刑事を知ってる。あなた一体。ベコン。この番組はバックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。そのベックフォームは？そうよ、時空特捜。キリーよ、レナリー。高原みゆきの死は歴史上の確定事項だ。どんな理由であろうとそれを歪めることは許されない。分かってます。いいや、分かっていない。分かってないけど、その目は。時空刑事なら刹那的感情にとらわれないことだ。刹那？そう、刹那だ。人間一人の生涯など歴史の中のほんの一瞬、目を閉じていれば勝手に過ぎ去っていく。受け入れろ歴史を。それが私たちの宿命だ。ありがとうございました。はいよ。はい、スペシャルブレンド3番テーブルね。はい、気をつけて。はい、よろしく。お待たせしました。マスター、3番はオリジナルラテですよ。あ、そうだっけ。アリ、これは何ですか？スペシャルブレンドです。スペシャルブレンド？はい。違う、僕が頼んだのはオリジナルラテですよ。すいません。サリアさん、そういえばレナさん最近来ませんね。なんか神の声受けた。そうそう、死のカウントダウン始まっちゃったんだって。超ウケる。おはようレナ。ねえ聞いて、
昨日の夜カクラ君からメールがあったんだ。短い期間かもしれないけど僕でよければ付き合うよって。今日の放課後初デートなんだ。そうなんだ、よかったね。この時間が歴史に定められた、あの子の時間が残り少なくてもそれが少しだけでも幸せになるんだったらそれを喜んであげるべきなんですよね。そうね。時空刑事はこれでいいんです。いえ、こうじゃなきゃいけないんです。あのシグナは誰かにそっくりだ。揺らいで危うい。ねえねえサリア、この間のさ、天原と宮前学園のお友達なんとか誘えない？誘う？みんなに話したらさ、それはぜひとも近づきになりたいって合コンの計画にまで発展しちゃって。合コン？レナたちは女の子だよ。美人とのお茶会はつまんない男どもとのカラオケよりも有意義なもんよ。だからお願い。でもな、きっとレナはそういうの嫌いだと思うんだよね。なんで？騒がしいのが嫌い？友人とか人間関係っていうものすごく真面目に考える人なんだよね。合コンとか言うと親以上に信じられない顔するよ、きっと。へえ、硬いんだ。っていうか仲間ってのは命がけでも大事にする人なんだよね。こんなとこでお昼なんて。カクラ君いる？カクラ君？いや、高原さん。びっくりした。カクラ君いきなりなんだもん。それは？
お弁当作ってきたんだ。食べてもらおうと思って。へー、本当に俺たちでいただいちゃっていいですか。もう少し命が持てば僕が相手してあげてもよかったんだけどね。ほらほらほら、足押さえてな。おい、マジしょうがない、暴れんじゃねえ、撃っ殺すぞ。そうか、神楽涼次、やっぱり奴がテンスマゾラー悟り。何だと。私はずっと時空特捜として彼を追っていた。未来を担うより良き種の人為的淘汰。この学校ではデザインの進める有効種計画に基づく交配実験が行われていた。怖い。やつは200歳を超える化石のようなやつだが、この時代で若い体を手に入れたんだろう。全ては秘密裏のもとに進んでいた。しかしどんなにうまく化けてもやつ本来の公職趣味がほころびを生んだ。実験に関係なく自分の歪んだ欲望を満足させるため、不特定の生徒をなぶり者にして楽しんでいたんだ。今回ようやくその証拠をつかんだ。知ってて、それを知ってて、あなたは見ているだけだったの。あなたは。その通りだ。奴の介入がなくてもこの時間に彼女がこうなること、そして一週間後に。ユラ、ユラ、残された時間が少しでも幸せになるんだなって、あの時あなたは私の言葉を聞いたはずなのに。これが時空刑事ベッカーか。最低だ。レナリ、やめろ、やめなさい。うるさい。私はこんな甲斐のない人生なんて認めない。私はみゆきを助ける、時空剣士であることを捨てても。バカな、他人の人生の価値を決めるなんて、それこそがおごりだと気づかないのか。少しの辛抱よ、みゆき。この名のマシンが
あなたの体を癒してくれる。愚かなこと。レナリ、あなたを拘束します。やれるもんだ、やってみろ。人間一人守れないベッカーなんて。ならあなたは歴史上の人々全てを死から救うというのに、歴史に死があってはならないというのに。理屈なんかじゃない。カクラ、相変わらず騒がしいことだな。まあそこが君の魅力なんだけど。そう、よくもミユキを。ミユキ、ミユキ、そうそう、高原ミユキの命を救ったそうじゃないか。いいのかい、時間の秩序を守る時空刑事か。もういい、理屈なんかもうたくさんだ。おいおい、逆恨みかい。彼女の死は決められていたことだ。僕らには関係ないよ。私の敵だ。うるさい、お前の話なんかもう聞かない。
エクスターナルチェンジ。レナ、来るべきギャザリングにおいて未来は決定される。でっかいのこだわりは一番強い人だったはずですのに、レナもきっと迷ってるんだろうな。この番組はバップとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。